どうもこんにちは、渡辺翔です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、僕が監督としてまあどういう作品を撮ってるのかなとか、どういう風に撮ってるのかなとか知りたい方もいるんじゃないかなと思いまして、ちょっと今日処女作に出演していただきました主演の方が今日いらっしゃってます。延長18回の秀隆さんです。どうぞ。こんにちは、延長18回の秀隆です。よろしくお願いします。お久しぶりです。めちゃめちゃ久しぶりだね。そうですよね。でもどれぐらい、どれぐらい前でしたっけ。もう 2,3 年ぐらい前ですよ。2年ぐらい前か。まあでもそうですよ、なんだかんだ2年。え、そうですよね。バンジもやったし、本当に多分あれですよ、僕バンジ主演やってますけど、その他彼の短編なんか3分ぐらいのさ、ショートムービーみたいなの撮ってたりするじゃん。はいはいはい、そういうのとかでも出させてもらってるんですよ、ちょくちょく。何なんだろう、なんか磨きに磨き上がって今こうタイムカプセルってステップアップが早くない。いやでもそれもやっぱりそのてんてんさんが撮影とかも結構、あ、そう、僕なんですね、秀隆っていうんですけど、彼からは彼からはてんてんさんって呼ばれてます。ちょっと相性でてんてんさんっていう、詳しいことはね、まあ僕の YouTube チャンネル延長18回の、そうなんですよ、ちょっとコメントくれれば面白いコメディ動画アップしてるんで、そっちにはもうぜひ。いや本当ね、そうですね。一回実はそのタイムカプセルの脚本を練ってる時点で、秀隆さんにも読んでいただいてるんですよ、その構想途中で。そうですね、そうですね。でも実際その本当に何だろう、脚本の段階で言ったらもう第もう 0.5 個ぐらい、なんか1個、2個、3個でなんか完成品みたいなのがやっぱ段階としてあるんですけど、僕それの1にも満たって 0.5 ぐらいですからね、読んだのは 0.5 から多分めっちゃ変化してると思うから、それがすごく僕は楽しみなんですよ。いやー、どうなったのかなっていう、うん、果たして俺が言ったことは反映されたのかなとか。おっと、上げてきますね。上げてきました。え、っていうか今回あれですか、その一番大切にしてたことって何なんですか。いやでもやっぱりその役者の芝居をまず見たいっていうか、やっぱその俳優さんがどういう風に演じるのかなっていうのをまず見たいなっていうのがあって、はいはいはい、それを尊重して軸にしながらその自分のやりたい方向性と、あ、なるほど、どうマッチさせるかみたいなところはやっぱり、まあバンジーの時もそれは考えてはいましたけど、はいはい、まあでもよりなんかこうなんていうかね、詰めてやろうかなっていうのはありましたけどね、うん、まあ結構でもこのタイムアプセルの撮影は、うんうん、それこそスタッフの人数が、うん、バンジーに比べて結構多い人数だったんで、何人ぐらいで、ちなみに15から20ぐらい。マジっすか。バンジー何人でしたっけ。バンジー5人。3倍じゃん、3倍違うじゃん。すげえ。そうなんですよ、そんな変わるんだ。そうだから、うんうん、いやでもその分なんかやっぱりその一気にその人把握しなきゃいけないことが増えて、だからそのなんかここどうしますかみたいな言われて、はいはいはい、だからまあ自分で分かるところもあればその把握できてないところとかもあったんで、あ、うん、まあまあまあそれも含めてやっぱでもこの撮影もやっぱ、まあ、全力でもちろんやりましたけど、なんかその中でもなんか勉強になることっていうのはあって、うん、やっぱり毎回全力でやるってことが、うん、やっぱ自分の成長にもつながるかなと思ってやってるんで。確かに妥協しないんですよね、彼は。バンジー抜かりなくん時ってオーディションってあったんですか。あれはなかったです。ちょっと待って、あれはなかった。もう出たよ、この口で LINE で来るパターンの最初は。いやいやいや、そっか、でもすごいな。まあでもあれはもう主演はてんてんさんかなって決めて作ってた部分もあったんで。あ、マジですか。結婚、ああそうなんですよ。そっか、ありがたい。そうなんです、ありがたい。ちょっとね、ぜひその僕はね見てほしいのは、やっぱこうタイムカプセルは、まあ、今からこうできていく作品ですけど、うん、こうまあ過去にね作ってた作品はちょっとね目通して
もらえたら嬉しいですよね。そうですね。というか YouTube で最初上がったじゃないですか。はいはい、はい、なんか上げるつもりなかったらしいですけどやっぱり、まあね、監督としての意地がなんかこれ大丈夫かなみたいな不安だっていう不安がね、不安があるからなんかいやこれ大丈夫かなみたいな、うん、そうだからなんか上げるあれもなかったですけど上げて、で僕もやっぱ拡散するんですけど、そしたらやっぱりこうあれですよね、その知り合いの人とかからすごく本格的だったっていうのをすごいコメント、わあ嬉しい。でもそれでこの人監督初めての子だよって言ったら、あえそうなの、全然そうは見えなかったみたいな。よかった。バニーの外役の時は結構追い込みましたよ。いやなんかそのなんだろうな、初めて主演とあの初めて監督やるっていうので、はい、なんかこう提案は絶対した方がいいなと思ってて、うん、そうなんか作品そうなったら良くなるのかなと思って、うん、逆にちょっと引っ張ろうって感じで言ったんですけど、うん、やっぱこうなんですかね、そこは近くてこういう風にって言われると、あなんかじゃあこれを踏まえた上でこうやろうかなとか考えるから、うん、なんかちょうど良かったような気がしますね。あ本当これがなんかめちゃくちゃ僕主演普通やらないんですよ僕って。見ての通りもうザ・バイプレイヤー、いやザ・バイプレイヤー、まあザ・バイプレイヤーか、そうでしょ。もう狙いどこ3枚目をすごく狙ってるんですけど、そうだからあんま主演をやってなかったからよかったの。だから初めての主演で初めての監督だから、そうそういい塩梅だった気がします。だから秀高さんとしてもそうね、ちょうどよかったってことですね。そうですね、ちょうどよかった、やりやすかった。今日はありがとうございました。いや今日はすいません、ちょっとお忙しいところを呼んで、いやいやいや、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ引き続き延長18回の秀高さんでした。延長18回の秀高でした。ありがとうございました。ありがとうございました。最後になりましたけども、タイムカプセル、クラウドファンディングなんですけども、3月の28日から、始まりまして、一応5月の、24とかかなまで一応やる予定でいます。今日はお忙しいところご覧いただきありがとうございます。タイムカプセル監督の渡辺翔でした。バイバイ、ありがとうございました。